に庭市立恵の小学校は、北海道に庭市恵の南4丁目に所在する公立小学校、児童257名。恵や小学校の周辺一帯は1979年から宅地開発された住宅地であり、その開発によって開校して8年で児童が248人から1149人まで増加した学校でもある。学校の北側に、 緑地公園と恵み屋中央公園が広がっており、西側には恵み屋小学校が開校した翌年に開園した恵み屋幼稚園がある。校舎は3階建ての鉄筋コンクリート造りで、1989年に増改築したプレハブ校舎2棟のうち1棟が残されていたが、現在は撤去され一部のプレハブ廊下が給食積み下ろし口として面影を少し残している。 2004年1月16日、柏小学校から言語障害通級指導教室を恵ぐ小学校に移設され、言葉教室では児童によって通学期間や指導内容などが異なり、児童に合った教育をしている。恵ぐ小学校の周辺国土地理院地図をもとに、作成1979年から新興住宅地、 絵にはニュータウン恵宮の広大な宅地開発により人口が増加し年々児童が増加していく中若草小学校から分離独立する形で1982年に市内7番目の新設校として開校した開校当時は児童248名からのスタートだったが児童の増加により1983年に第二期校舎増築1985年に 第3期校舎増築した。さらに音楽室、図書室、視聴覚室、保健室、会議室などの特別教室のほとんどが普通教室に転用、改修され、1階建てのプレハブ校舎を2棟増築したりして対応していたが、めぐみ屋の宅地開発が進み1990年には全校児童が1149名まで膨れ上がった。 増改築を繰り返していた校舎が対応できなくなり、1991年に、江庭市立恵の朝日小学校と分離独立した。恵の南、恵の西の児童は恵屋小学校へ、恵の東、恵の北の児童が新設された恵屋、朝日小学校へと分かれた。1999年に空き教室を利用して、特殊学級を新設。2013年に恵屋駅、 西口土地区画整理事業により開発された恵や里見地区を通学区域に編入した。より健やかな心身の成長を目指し、進んで学び作り出していく子どもに育てる恵や小学校の通学区域は以下の通り、ありがとうございます。